オノレド・バルザックは19世紀のフランスを代表する小説家。イギリスの作家サマセット・モームは世界の10大小説の中でバルザックを確実に天才と呼ぶにふさわしい人物と述べている。バルザックは90編の長編、短編からなる小説群、人間喜劇を執筆した。これは19世紀ロシア文学の先駆けとなった写実的小説群である。 レミゼラブルで著名なビクトル・ユーゴーやアレクサンドル・ディマの親友でもある。ド・バルザックのドは貴族を気取った事象である。トゥールで生まれた。父親はトゥールの養殖にある実務家、母親はパリ育ちで夫より30歳余り年下だった。幼少時代からあまり母親に愛されず、生後すぐにトゥール近郊に住むウバに預けられた。その後、 寄宿学校に入れられて1807年から1813年まで孤独な少年時代を送る。その6年間に母親が面会に訪れたのは2度だけだった。母親彼の愛の欠乏とその後の彼の人生における女性変歴の多さは関連づけて言及されることが多い。1820年代中期に描かれたバルザックの肖像が母親アンヌシャル・ロットロールは 神経質な人物であり、宗教家サンマルタンやエマヌエル・スヴェーデン・ボリラの神秘思想や、フランツ・アントン・メスメルの動物時期に傾倒する神秘主義者でもあった。そのことがバルザックに多大な影響を与え、セラフタなどの回帰、幻想的なバルザック作品にも受け継がれた。なお、バルザックは自分の母親について、 俺をめちゃくちゃにしたのは、お袋の奴らと終始主張していたという。1814年、父の仕事がきっかけで、一家はパリへ引っ越す。バルザックは、ソルボンヌ大学に調高生として通い、放課大学の入学試験に合格。父の体幹により、パリ郊外へ引っ越すことになったとき、一人でパリに残り創作活動を始める。両親は、 息子が交渉人になることを希望したが、バルザックはそれを拒んだ。1825には、マレガイに印刷書を起こして破産も経験した。当初は屋根裏部屋で生活し、その生活の様子は、ソガワなどの初期の小説に反映されてもいる。1829年以降、フクと結婚の生理学、私生活情景を発表し、1831年の ソガワで成功する。バルザックの小説執筆スタイルは以下のようなものであった。まずコーヒーを牛飲し、主として夜間に長時間にわたって何回も遂行を繰り返しながら執筆した。執筆が終わると疲れを押してすぐに社交界に顔を出した。小説を書いている以外の時間は社交界でごちそうをたらふく食べるか知人と楽しく過ごすかのいずれかに費やされた。 もはや伝説になっているバルザックの大食いは晩年の失明や死因となった腹膜炎を引き起こしたと思われる。借金も合法、食事も豪担であった。事業の失敗や贅沢な生活のためにバルザックが作った莫大な借金はついに彼自身によって生産されることはなく、晩年に結婚したポーランド貴族の未亡人ハンスカ、白爵夫人の巨額の財産が その損失補填に充てられた。かかりつけの仕立て屋はビューイソンだったが、感情は支払わず、代わりに作品の中で名前を出して宣伝をした。バルザックの妻エベリーナ・ハンスカ・バルザックの小説の特性は、社会全体を俯瞰する巨大な視点と同時に、人間の精神の内部を精密に描き、その双方を鮮烈な形で対応させていくというところにある。 そうした社会と個人の関係のほかに、芸術と人生、欲望と理性、男と女、生徒族、霊肉といった様々な人間論をもとに、時に解約的に、時に幻想的に、時にサスペンスフルにと、様々な種類の人間を描くにあたって豊かな思考を凝らして描かれた諸作品は、深刻で根源的なテーマを扱いながらも優れて娯楽的でもある。 高潔な善人が物語に登場することも少なく、なく、彼らは、偽善的な社会の中で生きることに苦しみながら、ほぼ例外なく、苦悩のうちに死んでいく。長くはない一生において実に、多彩な傾向の物語を表し続けた天才的な、才能の持ち主であり、その多作、即筆にもかかわらず、アイデアが尽きることはなかった。社会に、およそ存在しうる。 あらゆる人物、場面を描くことによって、フランス社会史を形成する壮大な試み、人間喜劇を構想したが、その詩によって中絶。パリの死刑執行人、アンリ・サンソンと親しく交際があったと言われており、サンソン回想録を執筆している。また、当時文壇を席巻していたロマン主義文学の担い手であったビクトル・ユーゴー、アレクサンドル・デュマ・ペールとは、親友の間柄であり、 友人たちによるロマン主義の影響下で彼の作風は醸成されたとも言える。スプランター・イミゼアーズ・デクティスン・バルザックは華やかな女性変歴を繰り広げたが、その多くは貴族階級の年上の女性が相手であり、正式に結婚したのは裁判連のハンスカププ人のみで、ある。ありがとうございます。